マサアキジ遺跡遺跡一商業寺遺跡は宮崎県海老の潮尾技、マサアキジに所在する古代から中世にかけての集落を中心とする複合遺跡。1997年から1999年にかけて3次にわたる発掘調査が行われた。なお、同遺跡は地名の由来でもあり、文献上で1426年頃から1868年に、 かけて同地に存在したことが確認される、相当周廃時の正明寺の地域を包括する。正明寺遺跡は、格闘盆地西部、川内川右岸に望む、標高220メートルほどの貸し団球場に位置する。史跡指定などはされていないが、地内に数多く分布する埋蔵文化財放蔵地の一つであり、当遺跡の周辺には、下記の様々な時代の遺跡が分布している。 遺跡の所在地は、現在の熊本県人吉市に通じる、895へと呼ばれた、当時の主要街道に隣接する。また、近代以降は、同地の西法で算出する砂鉄が利用された。1990年に、エビの市内老人ホーム建設に伴い、建築予定地を、ボーリング調査した際に、付近一帯に埋蔵文化財が存在する、可能性があるとして、試屈調査を行った。 その結果、古代から中世にかけての遺物と遺構が検出された。その後の1995年には、県営補助整備事業に先立ち付近約3.5平方キロメートルの広範囲を調査し、掘ったて柱建物跡や、溝、土壕などの各種遺構のほか、石を備えた旧稼働なども発見された。遺物では、木管一点を含む古代から中世にかけての時、 当時器類140点以上、破片約3万点が出土した。河原家では、石、洋などの文字が書かれた、平安時代の牧書土器が出土した。当時器類では、白来品である、越州洋系聖寺を、はじめ、11から12世紀の白寺、12から13世紀の聖寺、青白寺などの破片が620点以上出土し、古代から中世においては、 市内でも卓越した出土量となっている。また、鉄器を鋳造したと思われる、非熱、高温発泡の痕跡が残る、小規模な絵型が出土している。異物は、弥生時代から平安時代、近世中頃まで様々で、国産、外国産問わず多岐豊富な種類があった。正明寺の自域と伝えられる範囲も調査された。中世の意向面が、 方眼相互と作兵されており、道具など、寺そのものの遺構は検出されなかったが、河原湿土器や石灯など、中世寺院に関わる遺物が出土している。これらの遺物には16世紀18世紀代のものに、悲熱した痕跡が見られ、同寺院が数度の火災に見舞われた可能性が指摘されている。多種多様でかつ大量の湿土遺物や、越収用形政治などの輸入陶磁器、 単や関連遺物などの遺物の性格から、当地には、寺院だけでなく、役所などを含む古代から、中世、近世にかけての大規模な集落が存在した様子が、うかがえるものの、2001年時点では、集落本体の詳細調査まで至らず、正確なところは不明となっている。ありがとうございます。